バンベルク公共楽団は、ドイツ・バイエルン州バンベルクに本拠を置くオーケストラで、ある。人口7万人台の地方小都市を拠点としながらも、4巻、編成110人の堂々たる人用を誇り、古くから名指揮者に恵まれたことと、積極的な録音や演奏旅行によって、国際的に名前が知られた楽団である。前身は、1940年に、 チェコのドイツ系住民によって創立されたプラハドイツフィルハーモニー管弦楽団である。同楽団はビルヘルムフルト・ベングラーの推薦でヨーゼフ・カイルベルトを主席指揮者に迎えて活動していた。ドイツの敗戦後の1945年、チェコからドイツへ逃れた同楽団の楽団員が集結して本楽団を創立した。1946年3月16日、 バンベルク・トーン・キュンストラー管弦楽団として第1回演奏会を開いたが、同年6月1日、バンベルク公共楽団に解消した。1947年、ハンスクナパーツブッシュが客演し、1948年にはオーストリア、1949年にはパリに演奏旅行をした。1949年、カイルベルトを主席指揮者に迎えた。 1968年、カイルベルトが急世した後、オイゲン・ヨッフムが芸術顧問を務めた。1973年、イシトバン・ケルテスの首席指揮者就任が決定されたが、ケルテスは就任前に急世し、しばらく首席指揮者不在だった。1979年にジェームズ・ロッフ・ホランが首席指揮者に就任したが、録音ではヨッフムが中心だった。その後、 ビトルド・ロビツキ、ホルスト・シュタインとつないで2000年からジョナサン・ロットを主席指揮者に迎えている。シュタイン時代の1993年にバイエルン州立フィルハーモニーの故障が加えられている。1982年のヨフフムとの来日公演のライブ録音は CD ・ DVD 化され好評を博している。本拠地となるホールは1993年に新築された バンベルクコンサートコングレス、ホールのヨーゼフカイルベルトザールである。1993年まではドミニコ会修道院であるドミニカナーバウが使用されていた。ドミニカナーバウではコンサートや録音セッションが行われるたびに騒音対策として付近の交通規制が行われていた。ありがとうございます。